うも、カブト哲也です。このチャンネルは僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションの紹介とアシェット週刊マジンガー Z を作る、その2本柱でやってます。よかったらチャンネル登録してくださいね。励みになりますんで。アシェット週刊マジンガー Z を作るが早いもんで90号を突破しました。なので今日は総集編パート9、81号から90号までを8倍速でお送りしたいと思います。さあ、81号から90号、どこまで進んだでしょうか。思い起こしてみたいと思います。では行ってみましょう。マジンゴー。タワーの組み立て5、台座の組み立て3。タワーの組み立て6、台座の組み立て4。タワーの組み立て7、台座の組み立て5。
タワーの組み立て8、台座の組み立て6。タワーの組み立て9、台座の組み立て7。台座の組み立て8、タワーの組み立て10、スクランダーハンガー右の組み立て。
タワーの組み立て11、台座の組み立て9、基板と頭部の取り付け。台座の組み立て10、コンテナボックス右の組み立て。台座の組み立て11、コンテナボックス左の組み立て。
バッテリーボックス、スイッチ、頭部、胸部外装の取り付け。81号から90号を見てもらいました。とうとうさ、マジンガー Z の頭がついたよ。一応100号で完結予定なので、あとラスト10号です。次回総集編その10を紹介するときには、アセットマジンガー Z を作るの全容が、見れるんじゃないかなと思います。楽しみにしててくださいね。アセット週刊マジンガー Z を作る、迷子を組み立てるたびに、動画にしています。このような総集編じゃなくてね、迷子を組み立てるたびに1号ずつ動画にしていますので、ぜひ引き続きそれも見てみてくださいね。それから、その合間に僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションも紹介できたらなと思います。ではまたお会いしましょう。マジンゴー。